何何？いちごパフェにストロベリーパイ、いちごのクリームあんみつですって。こんなの困るわよ。違うわよ、大好きだから選べなくて困るって意味。ダメに決まってるでしょ。アイドルたるもの暴飲暴食はご法度よ。ニコを甘やかさないで、スタイル維持には気をつけてるんだから。もう、そうね、いちごパフェは絶対外せないし、でもストロベリーパイも食べてみたいわ。本当？でも両方食べるのは。そうよね。じゃあそうするわ。これ見て、上にイチゴのマカロンが乗ってるの、かわいい。なんですって、ニコの方が年上なんだからね。いただきます。ひんやりしておいしい。一口だけよ。はい、あーん。もう、自分で食べれるってば。あーん。うん。こっちも美味しいわね。はあ、幸せ。あなたの言う通り、たまには息抜きも大事ね。